というわけですね、本日も頑張っていく曲、台所で歌いたいと思います。ですね、6月に入りましてね、我が社でもクールビズになっておりますね。まあ、毎日ね、ノーネクタイで出社する日が続いてるんですけどもね、まあ、でもね、一言にクールビズって言ってもね、我々がね、どれだけ温暖化防止にね、貢献できてるのかっていうのはね、なかなか定量的には見えてこないんでね、どうしたらいいか分かんない面もありますけどもね、まあ、今の現時点ではですね、我々がね、できることを探してね、できる範囲でコツコツとこうやる、できることを積み上げていくしかないんじゃないかなとね、そんなふうに思います。まあ、柄にもなくちょっと真面目なこと言っちゃいましたけどもね、本日は平井堅さんのいつか離れる日が来てもという曲をですね、やりたいと思います。まあ、前回はチューチュートレインでね、まあ、こんなになってね、アホみたいな顔してね、踊りながら歌いましたけども、今回ちょっとおとなしく歌いたいと思います。それではスタンバイにしたいと思います。今回はね、ちょっとね、座って歌いたいと思いますけどもね、それでは早速いきます。それええから置いといてよ、それ、いらないな、それ今日は。なんやねんな。だからもうそれはええって言うとんねん。置いといてよ、そこに。なんやねんな。じっとしときゃ、お前。何すんねん、お前。痛いやないか、お前。ここ触ってあかんだよ、ほんまに。びくってなんねん、ここ触られたら。ほんま。弱いねん、ここ。なんなん。怒るとしまえんよ、お前。すいません。やっぱ腹立つわ。お前な。ちょっと今日は外出とけ。ほんまに。ちょっとそこ出とけ、お前、ほんま。歌い終わるまでそこじっとしとけよ。ほんまに。出てきたら怒るからな。すいませんね、ほんまね。ちょっとやっぱりね、今日は立って歌いたいと思います。なんかね、集中力がなくなっちゃいましたね。邪魔されたせいでね。ここ触るとダメなんですよ、ここ。弱いんですわ、脇腹。それでは、歌いたいと思います。襲われるんだ。
来ても出会えたすべても悔やむことだけは決してしたくないからねえ今なぜだろうこんなに君を思うだけで涙が出るんさ。君という宝物隣にいる奇跡をあの空は覚えている時を越え覚えてる愛の言葉を並べても次に慣れなくてこのぬくもりに甘えてしまう失う怖さをかき消すように何度も何度も心が壊れても大好きな君を憎むことだけは決してしたくないからねえ今いいかな どうしてこんなに 君を思うだけで 苦しくなるんだ なぜだろうこんなに 君を思うだけで出るんか。はい、というわけですね。平井堅さんの離れる日が来てもね、歌わせていただきました。次回はですね、またね、女性シンガーの曲をやりたいと思いますけどもね、今回はね、ちょっとギターとかね、歌とかね、ちょっと練習不足で、最後ね、声がひっくり返っちゃったりしましたけどもね、またちょっと出直してきますんでね、本日はどうもありがとうございました。ちょっと時間が押してますんで、今日はこれで。はい、歌い終わったから出てまいりぞ。